眞子さまが小室さんに出会ったのは、国際キリスト教大学が交換留学生のために行った説明会だった。小室さんのすぐ後ろに眞子さまが座ったのがきっかけだったという。ここから眞子さまの恋が始まったわけだが、皇族が一般人と恋愛をするようになったのはいつ頃からだろうか。戦前、皇族が一般人と恋愛した話は聞かない。恋愛はあったかもしれないが、少なくとも結婚には至らなかったはずだ。なぜなら、旧皇室典範によって、眞子さまのような内親王が嫁ぐのは、同じ皇族か天皇が特別に認めた家族だけで、それ以外は認められていなかったからである。ちなみに、天皇が特別に認めた家族というのは、旧公家や旧武家の上流階層が出自の家族であって、明治維新で、新しく家族に列せられた新参者は対象外ということ。実際、明治天皇の妃は一条家で、大正天皇は九条家、昭和天皇の良子妃は国宮といったように、すべて旧公家の出である。こうした家の女子から慎重に選んだ後、お見合いをして結婚という流れで決まった。一方、眞子さまのような内親王はといえば、戦前は、明治天皇の内親王4人と昭和天皇の長女の照宮内親王は東国家にと、すべて皇族に嫁いでいる。家族のための学校である学習院が創立されると、続いて家族女学校が開校したが、この学校は、皇太子の妃を選ぶ花嫁学校を兼ねていた。当然、学校側には、生徒の家柄をはじめ、学力、性格、健康状態といったあらゆる個人情報が集まるはずで、そこから最も優れた女子を妃に選ぼうとしたのだろう。なぜなら、一世代でも相手を間違ったら、その影響は末代まで及ぶからだ。例えば、昭和天皇の妃に内定していた良子女王の家系に、直格以上の人物がいるとして、元老の山縣有朋らが婚約に大反対した。宮中某重大事件として騒がれたが、婚約内定に変更がないことが発表されると、山縣らは失脚している。皇族の結婚は、時には政治問題になりかねず、それゆえに、十分な身辺調査をした上で選ばれた、というよりも、戦前の結婚は、個人より、家と家が結ばれることだから、そこに恋愛が入る余地はなかったのである。当時の上流階級にとって、恋愛結婚は、犬畜生のすることらしいから当然だろう。皇族の結婚が恋愛と結びつけて語られるようになったのは戦後のことだ。昭和天皇三女の皇宮さまと四女の順宮さまが戦後間もなく嫁がれたが、当時は平民サラリーマンに嫁がれたことや、自由意志で結ばれたなどとメディアで強調されたものだ。しかし、平民といっても、皇宮さまのお相手は、御摂家高塚家の長男であり、順宮様は旧岡山藩主の長男だから、普通の平民とは違う。それに恋愛といっても、実際は見合いだから、作られた恋愛である。その時代が、恋愛結婚を理想としていたのだろう。だからこそ、その数年後に行われた、皇太子昭仁親王と正田美智子さんの結婚が、世紀の慶事として日本中が沸いたのである。